話が違うわ。どうした、アツシ。大学に入ったら彼女ができる。そう教わってたのに、一向にできない。わかるわ。恋人作るだけなのに、ハードル高すぎだろ。アプリがいいらしいよ。共通の趣味見つけて付き合えるし。共通の趣味とかいるか？俺はもうただエッチだけがしたい。そんなんで彼女できるわけない。ああ、辛いわ。可愛い子はみんな彼氏いるしな。それな。もうみんな先輩が手つけてる。一人だけいるよ。お、誰？同じ学部の斉藤優奈ちゃん。待って、俺も目つけてた。可愛いのか？可愛い。田舎から出てきた感あるよな。地元が鳥取らしい。なんで知ってんだよ。 LINE 交換したからな。は？いつの間に？経済学の授業がたまたま隣の席でグループディスカッションした時に仲良くなって LINE 交換した。神お化けじゃん。ありがとう。付き合えそうなのか？いやー、どうなんだろう。恋愛に興味なさそうな感じなんだよ。大学では勉強頑張りたいって言ってたから、俺もそれに合わせてる。お前勉強大嫌いじゃん。付き合うための努力だよ。飯とか行かねえの？なかなかガードが硬そうだけど、もうそろそろ誘ってみてもいいかもな。応援してやりたいけど、ギリ嫉妬が勝つわ。気持ちいいわ。うぜえ。アツシ、頼むから滅びてくれ。1時間後。ユナちゃん、お疲れ様。どう？こっちの生活慣れてきた？アツシくんもお疲れ様。全然慣れない。どこ行っても人多いから疲れる。鳥取ってマジで人少ないの？うん、こっちに比べたら特に。環境変わるとしんどいよな。うん、友達も少ないから不安だったけど、アツシくんが話しかけてくれたから本当に助かった。いや、俺も大学で友達少ないから逆に助かってるわ。とか、今度ご飯でも食べに行かない？この辺で安くて美味しい店知ってんだけど。いいね、友達誘ってみるね。あ、うん、お願い。翌日、飯誘ったら遠回しに断られた。どういうこと？一旦は OK 来たんだけど、その後に友達誘うって言われたわ。あー、完全に脈なしパターンだな。やっぱそうなのか？だって好きな人に誘われたら普通1対1で会いたいだろ。二人で行きたいって言った？言えるわけないわ。勇気出して聞けよ。二人で行きたいなんて言ったら半分告白してるみたいなもんじゃん。今はまだ親密度溜まりきってないから、強引になっても成立しなさそうなんだよ。なんだよ親密度って。ここはギャルゲーの世界じゃないぞ。今無理に告白したくないんだよ。それはわかる。でもこっちの気持ちを伝えないと、向こうもずっと友達感覚で接してくるぞ。それはそうだけど、俺も思いは伝えるべきだと思う。向こう恋愛経験ないって話だろ。うん。そういう人は変にガード固いだけで、本当はアツシに好意あるかもしれない。こっちのアクション待ちになってて、どっちも距離詰めない状態が一番最悪だと思わないか？でも俺に気持ちがあるかどうかなんて。毎日 LINE してんだろ。うん。嫌いなやつと毎日 LINE するか？しない。アツシは好きだから毎日するんだろ。はい。じゃあかけてみてもいいと思う。グズグズしてると他に取られるぞ。本当は付き合えたのにアクションしないせいで付き合えませんでした。こんなバッドエンドあるか？こんなバッドエンドにしたいか？したくない。よし、じゃあ行け。はい。翔太、お前詐欺師向いてるぞ。やめろ。ありがとう翔太、行ってくる。1時間後。ユナ、飲みの話なんだけどさ、俺と二人っていうのは無理かな？え？人多いと予定合わせるの大変だし、何より二人でじっくり喋りたい。ちょっとだけ待ってくれる？うん。1分後。今、二人で食事誘った。お、どうだった？一旦ステイ。お、どういうこと？じっくり考えるのかな。でも即却下も覚悟してたから、それよりだいぶマシだよな。間違いない。こんな時に限って翔太先生は何してんだよ。あいつは今バイトだよ。てか、いつの間に先生になってんだよ。30分後。あつしくん、ごめんなさい。二人での食事はダメって言われた。誘ってくれたのに本当にごめんなさい。マジか。あ、てか言われたって誰に？まさか彼氏とか？うん。いるの？うん。マジか、いないと思ってた。もしかして地元の人？そうなの。
高3の時から付き合ってて。遠距離になってもまだ付き合ってるの？うん、彼氏に男と二人の食事はダメって言われたから、あつしくんとはいけない。オッケー、わかった。ちなみに彼氏って同級生？うん。イケメン？どうだろう、顔とかあんまりわからない。じゃあなんで付き合ったの？好きって告白してくれたから。積極性ってこと？そうかも。あとすごく優しいところかな。ごめん、のろけちゃって。いや、俺が聞いてることだから。ありがとう。ご飯はどうする？一旦保留にしようか。二人きりじゃなくても他の男いたら彼氏嫉妬しそうだし。そうだね、ごめんね。うん、問題ない。一分後、彼氏いました。終わりました。え、ゆうなちゃんが？はい、地元の同級生だそうです。マジかよ。あれ、翔太はバイトは？今休憩中。って、そんなことより、ゆうなちゃん。いや、結構答えるわ。完全にいない雰囲気出してたのにな。絶対俺の気持ち察せられたわ。それは間違いないな。告白はしたのか？いや、さすがにタイミングなかった。告白する前に振られた感覚だわ。ウブの感じだったのに、ちゃっかりしてるんだな。それは本当に思った。マジで男知らなそうな感じ出して、彼氏いますわないよ。しかも、何が悔しいってさ、イケメンではないらしい。見たのか？いや、本人に言われた。好きって言われたから付き合ったって。やっぱ積極性って大事なんだな。たまたま地元同じとかずるいわ。もっと早くユーナに出会いたかったわ。それは間違いないな。もう大学入る前には付き合ってたってことだろう？ああ。ああ、これでまた振り出しだ。どんまい、切り替えていこう。それに、完全にゼロじゃないしな。というと？遠距離恋愛って限界あるからな。学生なんか会えないと辛いし、会おうとしても金銭的にきついし、それが原因で何人も別れてるよ。マジか。じゃあ、俺にも可能性が？あるかもしれないな。先生！復活しててくそ。そのために何をしたらいいですか？まあ、連絡を絶やさないことだな。しっかりと聞き上手になって、愚痴こぼしたらフォローしとけ。そしたら好感度ぶち上がりだ。はい。こんなに説得力あるのに、なんで彼女いないんだよ。それは俺も聞きたい。一週間後。これでいいかな。誰にも見せないでね。ごめん、あつしくん。送り間違えた。びっくりした。画像見た？ちょっとだけね。本当にごめん。なかったことにしてほしい。オッケー。彼氏に送る予定だったの？うん。なんか遠距離で会えなくて、寂しいって言うから、いろいろ焦りすぎてあつしくんに送っちゃった。ごめんなさい。いやいや、全然問題ないよ。でも、ゆうなってそういうのするんだな。何回も断ったんだけどね。保存とかしてないよね。してないしてない。てか、そんなのする暇なかったし。よかった。このことは誰にも言わないでね。わかってるよ。約束だよ。当たり前。俺とゆうなの仲だよ。そうだよね。疑ってごめんね。ありがとう。一秒後。お宝ゲットしました。お、何？ゲームで課金でもしたか？ユーナの彼氏に送るはずだった写真が俺に送られてきた。え？マジかよ、どんなの？見たいか？はい。はい。どうぞ。やば！いい体で草。俺、今日思ったよ。神様っているんだなって。悟り開くな。神様いたら彼氏になってるわ。マジレスやめろ。なんか振られてからも毎日 LINE してたけど、最近は諦め始めてたんだよ。どうせ無理なのに俺 LINE しちゃってるわーって。でもこんな画像送りつけられたら正常でいられないわ。間違いない。もう一回告白してみたら？気持ち変わってるかな。ユーナも彼氏と会えなくて寂しいはずだよ。それはあるな。俺にチャンス来る？来ると思うから待っとけ。はい、この画像を見ながら待っときます。保存したことバレるなよ。それは細心の注意を払うわ。一週間後。ねえ、あつしくん。何？ユーナ。話したいことがある。え、何？前に私が送り間違えた画像のことで、あつしくんに話さないといけないことがある。え、待って。なんで急に。今から話せる？
はい。大学の会議室来れたりできる？今はちょっと無理かも。じゃあ LINE でするね。1分後。最悪だわ。ユーナに画像のことバレた。え？マジ？今 LINE で詰められた。なんでバレた？お前らなんかした？お？してない。誰かに送ったりした？してない。俺もしてない。じゃあなんでバレたんだよ。知らねえよ。携帯でも見られたんじゃね？そんなわけない。ちょっとマジでやばいわ。